誰か見てる。18倍の高い冷蔵庫買ったらさ、某某ケーキ屋で壊れてんの。全然冷えないし。お母さんマジかわいそう。買わなきゃよかったマジで。誰か見てる、誰かが見てる、誰かが見てる、誰かが見てる。ズキュー、おいで、優しくするからおいで。わかった？う？わかったかい？なよお前、なよ、なよこいつ。最悪だ。はいはいはい、ズイーン、ズギュン。あ、一番ショックなやつ。なんか4時になったら鳴る音楽鳴ってたぞ今。最近漫画も読んでねえなーマジで。時間がさ本当になんかもうクタクタの時間で、昨日なんかずーっとなんかもう冷蔵庫買ったのに、もう冷蔵庫さ、18倍の高い冷蔵庫買ったらさ、某電気屋で、某電気屋でさ、買ったらさ、壊れてんの。全然冷えないし、1回設置してから、3回も家に来たのに、あ、すいませんとかって言いながら来たのに、全然冷えないの。もう中のさ、食材なんかもう腐っちゃってんの、肉とかもう。みたいな。マジでさ、マジでやばいよ。あのね、現物だけだったらしいのよ、その商品が。その店舗に置いてある、その、皆さんが触るような、まあ冷蔵庫しかなくて、でもそれがすごい気に入ったらしくて、母親が。まあじゃあそれでいいや、つって。じゃあそれ買って、で、なんか一週間ぐらいして、点検とクリーニングするから、待ってほしいって言われて。でね、来る前まで溜め込んでたの、食材嬉しいから。ね、今よりさらにでかくなるから。だから、溜め込んでてさ、で、その、冷蔵庫と来た時なんかさ、クーラーボックスで冷凍避けてたりしたの。そしてさ、来てさ、6時間ぐらい経って入れてさ、全然冷えてない。マジ冷えてなくて。で、なんか、いや、冷えてないんですけどって電話して、で、なんかいろいろやってたらさ、マジでやばいんだけど、で、なんか最終的には、もうなんかこれ冷蔵庫、代わりの冷蔵庫ないと食材死ぬからちょっと持ってきてって言ったら、途中なんか、いや今日はもう時間がちょっと時間がとか言って逃げようとしてんのマジで。某 Y 電気はやばくない？もう今日ちょっと営業時間とか、なんか営業時間とは言わないけど、いや今日はちょっとできかねますとか言ってんの。いやいやちょっと待てよと、お前何言っとんねんと。いや僕がこれあれなのかな、クレーマーなのかな。いや、マジでさ、そしたらさ、なんかもう別に某 Y で買う必要なかったしさ、対応マジ悪かったな。いや、どうすんのこの食材、ずっと溶けてるんやけども、みたいな。冷凍なんか一回溶けてるからな、もう。3日目だぞ、今日で。どういう神経してんだろうな、マジで。機械みたいな人ばっかやな、ほんと。機械みたいな温かい人間が減ったの、日本も。あかんわ、それは。あかん。あれ、ここのロープウェイなくなったんか。え、ロープウェイなくなったん？ What？ いやー、マジで昨日疲れたー。みんな助けて。みんなだったらどうする？冷蔵庫買ってさ、つかなくてさ、そう、現品しかなくてさ、交換ができないとか言われてさ、いろんな条件出されてさ、最終的にはお金返しますとか言い始めて、いや、お金返しますじゃないんですよ、みたいな。お金じゃないんですよ、お金なんていらないんです。冷蔵庫は欲しいの、っていう。カニとかも絶対もう今日か明日ぐらいに食わないと、冷凍は。一回もう溶けちゃってるから。お母さんマジかわいそう。買わなきゃよかった、マジで。お母さんも怒っちゃってる。マジ？え、これ上にいんの？これ。何こいつマジ。ねえ、やばくない？お前。知らんわ。
お前さ、オッケーいるね。君は回復50なんだよ。やばいね、もうね、もう外しすぎちゃったって話。ズギュンズギュン、ね、おかしくない？マジでマジ解けんだけど、なんかさ、そんなに遅れてる反応、そんなに遅れてる、そんな遅れてないと思うんだけども。最後はお金返してもらって、他で買えばそれの方がいいかな。もう食材全部ダメだけどな、マジで。あ、上だ。あ、やばい、やった。気づいてない俺に。オッケー、こういうこと。いるな。上入ったか。なんでこんなこう体力があんのこれ。うるさい、マジ。うん、いちいちね、ロケランぶっぱしてんじゃねえよ、ボクシングシーツかお前は。全然当たらない AR が。これダメだな、モニター戻そう。あ、やばい。あ、すいません。おー、ラッキー、カクカクやん。うわ、見てる。横目で見てる。ズギューン。Oh my goodness。吸い付くエイム。そう、英語のね、先生にファックって言うとマジキレるよ。うん。僕の高校の時の外国教師にファックって言ったらめっちゃキレられたんだけど、なんかその先生がね、キレてたんだけど、廊下で、授業中廊下でその人と目が合って、ニヤニヤしながら中指立ててたからな、そいつ。マジクソすぎるよな、あいつ。人前ではファックはダメだって注意してんのにさ、廊下でさ、一対一でさ、目が合ったらさ、笑って、へぇーってやってきたからな、マジ。マジ怪人。マジでやべえな。マジでやばい。あれはマジで許されない行為だと思う。学生徒に向かって中指を立てる先生だと。ひどすぎるだろ。人前ではファックはダメで、え、1対1になったら中指立てるかーい。うわ、エイムいい。ありがとうございます。めちゃくちゃ腐って、いやマジで多いんだよそういう先生。あー、死ぬな、危ねえ。なんやお前だから。さっきからすごいの、ほんと建築建築で。いや、また崩そうとしてる。ファック GG。 やばい、ファックが口癖になっちゃう。あいざいます、あいざいますね、アイザイマスにしよう。アイザイマス。次は、はい、パズー。これが私のロケットランチャーの技術でございます。アイザイマス。オーマイグネス、DG12 キル。証券さん、皆さん、チャンネル登録よろしくね。オーマイグネス。